ていくんですけど、これね、僕あの西やってないんですよ。おお、そう。やらんと、はい、あえて脇なんですやっぱり、脳進化、そう、脳進化なんですけど、それでは、フェーズに、2機種新機種が出るということで、星野プロと、黒田プロに、いろいろ説明していただけたらなと思ってますんで、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。特徴というか、はい、まずはまず、まあ、そもそも、はい、フェーズのシリーズというのは、はい、西日本の琵琶湖のプロガイドのメンバーで作っているモデルっていうのが、まあ、多数出てて、はい、関東のモデルがないよね。おお、はい、開発はそこからだね、はい、でちょっとドアつかましながらも、はい、関東のモデルをやらせてくれと、西州やりたい、はい、で、まあ、関東だったらば、はい、まあ、霞ヶ浦というのがあるので、はい、そこで使うベイトフィネス、うん、それがまず一つ、まず、はい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 、でもう一つは、はい、房総リザーバーとか、はい、まあ、関東のレンタルボートのリザーバー、小さな船でテレビだけで通用するようなリザーバーでの使う、まあ、リザーバースというような、はい、その2種をやりたいということで、はい、まあ、2020年から、開発を始めました、はい、約3年前ですね。そうですね。あ、はい、実はね、はい、だからちょうど前回のフィッシングショーの後から始めたんですけどね、はい、はい、その、まず、はい、なベイトモデル、はい、っていうのが、フィールディンスター 66L クラスの、はい、BF ベイトフィネス、はい、フィールディンスターというモデルなんですけど、はい、まあ、名前の由来は、はい、フィールディング、はい、まあ、野球とかでいう守り、うんうん、守りの釣りで使う、まあ、守りの星です、はい、はい、それで、まあ、はい、フィールディンスターという名前にしました、はいはい、で、まあ、説明を、ほな、説明ほな、これだから、まず約3年間、はい、霞ヶ浦でテストしてきた、はい、ロットになるんですけど、ベイトフィネスロットなんですけど、はい、ベイトフィネスといってもやっぱり小型プラグ用だったりとか、はい、ワーミング用だったりとか、うん、いろいろあると思うんですけど、もうこれは、完全に、ワーミング用のベイトフィネスロット。あ、どっち、オールラウンドと違ってもワーミングちょっともう寄せちゃってるんですか。そうです、はい、特化させるんですよ、はいはい、まず6フィート6インチの、L プラスっていう硬さになるんですけど、うん、6フィート6インチでよくこのロッドを見てもらうと分かるんですけど、ガイドの量が12個搭載されてる、うん、カメラいけます、うん、ほんまっすね、こう見たら6フィート6インチで、はい、12個搭載されてる、なかなかないんですよ。で、だけど12個搭載されてるけど、ロッドの、重さは 100g を切ってます、はい、かなり重たいわけです、はい、はい、この2日間触り倒してました。ありがとうございます。投げ始まりましたやっぱりガイドの量が多いので、はい、12個と並べてるので感度がやっぱり非常に、うん、金属的な感度がすごい印象的なロットになってます。で、ガイドの量が多いのでパワーロスを抑えることができるので、とても魚とのやり取りが楽になるロットになってます。で、はいはい、フィールディンスターなんですけど、最大の特徴でもある、はい、そのグリップがかなりショートグリップを採用してまして、霞ヶ浦ってやっぱりその近距離をこうピッチングとかね、はい、足とかそれともストラクチャーとかを打っていくような釣りが多いんですけど、ここに投げるピッチングするときに肘に干渉しないので、ね、すごいキャストが決まりやすいんですよ。結構長いやつって負担大きいですね。実は、はい、そうなんですよ。で、結構この、はい、はい、もうそうなんですよ。返せないじゃないですか。はい、ライフジャケットに引っかかってたんですね。お腹に引っかかった。もう今や。そうなんですよね。だからロンググリップの、まあ、利点は別にあるんですけど、ベイトフィネスに関しては、言うたらデメリットになるでしかない。もうそこも全部取っ払って。そうです。一応セパレートグリップも採用してるので、やっぱりかなり軽量な、12個搭載してるけど、かなり軽いロットになってます。で、硬さが L プラスって硬さじゃないですか、はい、これもかなり
やった。ミディアムライトやったら硬すぎる。そうそう、ミディアムライトだと硬いけど、ライトだとちょっと柔らかすぎるなっていうのがあって、ちょっとこの硬さもかなり星野さんとやり合っていろいろちょっと違うんじゃないですか。だテストは同じリーグ、はい、同じライン、ま、同じルアーをリグったロッドを、はい、まあ、プロと4本と5本ごとに並べるんですよ。でタイプ A、タイプ B、タイプ C で、それを2人でもうどんどんどん取り替えてこれちょっと柔らかいです、うん、これちょっと引っかかるよね、これちょっと弾かないよね、そういった調整をずっと進めて、たどり着いたのが L クラス。 L クラス、あ、なんかやり込んでやり込んでっていう、はい、そうですね。結構霞が、まあ、どこのフィールドもそうだと思うんですけど、ブラインドで釣るときに、まあ、ストラクチャーだとしてこうルアーをこうわざと引っ掛けて、はい、また去ってで、わざと外して食わせる、はい、例えば、ね、あ、値上がりしちゃったってなって外れた瞬間によく食べると、はい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 、あれをあえてあえてやる。そう、ただチップが L とか柔らかすぎるとやっぱりどうしても持たれちゃってストラクチャーで外そうと思った時に持たれすぎちゃって力が入りすぎちゃって、その食わせたいポイントからどんどん遠くに飛んじゃいますもんね。でバスがいるところから離れちゃうんで、やっぱり食わせられないっていうのが結構あって、でチップに張りを持たせる、だから L クラスってそれになったんですよ。で張りを持たせることで、そこも ML だと硬すぎるので、そのスタック加減がちょっと分からなくなっちゃうんですよ。ただその L クラスにすることで、スタックのこの加減は分かるけど、外した時に、外した時にちゃんとバスの目玉に、ちゃんとバスの狙いたいところに狙います。まあイコールあのおかっぱりとかで、はい、やっぱりどうしてもアップヒルから狙うじゃないですか、はい、おかっぱり逆、もうボートと真逆なんですかね。そうです。普通ボートはダウンヒル、ダウンヒル、おかっぱりを上げてしまうんですよ。よりそのうまいことスタックを使えないと、変にとウーバー寝かかればっかりやってなっちゃう。でもそこにおるじゃないですか、そこにいるやつ、ほんまくわさんなかなか結局寝かかれて、あかんし投げられへんし、他投げて釣れへんとか投げて釣れへんっていう状況もある。これでやると変にとおかっぱりからやっても適度な寝かかり感で綺麗に外れるんです。でやっぱりおかっぱりの方が値上がりしやすいじゃないですか。でやっぱりたんだけど、この硬さにすることによって値上がりってそのかなりデメリットになっちゃうんですけど、そのデメリットをプラスチャンスに変えてくれるような、値上がりをチャンスって思いさせてくれるような、ちょっとええ感じで、そうです。で、これで使うやつ、まあ、メイトルフィネス全般やと思うんですけど、はい、特に、推奨の、まあ、リグでやったりとか、はい、重さとかあるんですか。ルアーは、はい、まあ、今ね、ついてるのがリードデールとダウンと、ね、カスミアーラっていうリードって、はい、で結構そのハードボトム言われるような、あの春節の残りとか、もともとの昔からの硬いところですね、はい、あとは、ボルタイシとか、はい、石積みとかガビガビですよ。ガビガビやるはい、1回だけね、うん、関東で釣りしたことがあるんですよ、はいはいはい、もうあのガビガビ加減にビビって、はいはい、こんなに引っかかるのっていうのはもうやっぱり、うん、すごい思ったんです。やっぱでもそことお友達にならなかった。そうなんですね。そことうまく付き合っていくために、はい、あのまあ、ガビガビっていうのも水門の前とかガビガビじゃないですか。あれをね、結構関東の霞に通ってる人ってガキガキとか言うんですよ。ガキガキじゃなくて、あの水門の前のガキガキする、はい、ガキガキでしたね。関西はガビガビです。あ、このガキガキでしょ、はい、あ、このガキガキでしょ、はい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 、そういうところとか、あとは、まあ、消化ブロック、はい、そういった硬い系のボトムのストラクチャーっていうのを狙っていくっていうのが、うん、まあ、すごく多いの で、じゃあその時にどういったルアーを使うの、はい、って言ったら、はい、まあ、今のはい、まあ、例えばビビットテール、はいはいはい、3インチ、はい、でダウンショットなんですけど、はい、まあ、ドロップショットですね。シンカーは、はい、8分の1から16分の3、はい、これがやっぱり一番使う、使うの。で C5 ジグ、はい、C5 ジグだったら大体カスミだったらベイトで使うのは 1.1g から 2.7g、はい、でまあトレーラー C5 ジグ、はい、
で、あとは、ネコリグですね、はい、ついてるリングの 3.8 とか 4.7 の大体 0.9 から 1.8、 あとはまあバスエネミー、はい、バスエネミーもワッキーなんですか。バスエネミーのワッキー掛け物の進化とか、まあ、結構かなりお助けリングなんですけど、これね、僕あの、はい、西やってないんですよ。おー、そうやらんと、はい、あえてワッキーなんですか。はい、やっぱり脳進化、そう、脳進化なんですけど、普通掛けっていうんですかね、オフセットで普通掛けすると、はい、まあテンションかけた時とかに、まあテールが止まってくれるんで、はいはい、あまりスライドしにくいグラウンドはもちろんあるんですけれども、より水平に落として、でよりとどめておくというような、はい、そういった使い方っていうのがいいんですかね。はい、やってなかった。うん、あと、はい、まあ、エビを食ってる場所に非常に効果的で、はい、僕、まあ、昔から霞ヶ浦をよくやるんですけど、はい、エビ食いのバスってネコリグとかに非常に反応がいいなってすごい昔から思ってて、でなんかこうボディを、はい、はこの真ん中にセットするじゃないですか、ネコリグ、まあ、脳進化ワッキーがそうなんですけど、この多分面で押す水押しにすごいエビ食ってるバスって反応するんですよ。いいこと言いますね。今回まずそうなんでやってんの。やってみてください。これやってます。このまま結構、はい、なんかエビボイル、まあ、してなくても、はい、してでもいいんですけど、まずフォールさせるじゃないですか、はい、で、まあ、バスエネミーなんでこうフォールしていくと、はい、テールがこうアクションしながら水平にしっかり押すの で、はい、でなおかつ、まあ、それだけでも釣れる時はあるんですけど、それでも食わないバスってやっぱり存在するので、その時にわざとロットで、ロットワークでもパパパパってこう水面まで上げてるんですよ。あ、上まで、はい、かなり強い。パパパパパパって落としてちょんちょんとか普通のネットじゃなくて、じゃなくて、はい、パパパパパ、まあ、エビだけ上げて、そうです、そうです。で、そこからで水面までエビ逃がして落とす。で、その落とした時のファーストボールで食わせる、追わせてボールで食わせるっていう、やろう非常に効果、エビ食いのバスそれもやりやすい、やりやすいですね。そういったこれらのリグをやるために合わせて作ったんです。だどっちかというと、もう本当にこのルアーをどう使うかっていうので作ったのがこのフィリピンスです。はい、でもう一機種、はい、はい、実は冒頭の、リザーバー用というと、リザーバー用に、はい、はい、こちらはね、マスターアーチャー56の L です。5フィート6インチ。でマスターアーチャーっていう名前は、まあ、弓の達人の、もう、まあ、もう狙いを打つっていう、そういう意味合いです。はい、でも長さで言うと最近で言うとかなりショートロッドという、ね、はい、皆さん多分認識で、はいはい、と思うんですけど、まあね、さっき始まる前に、星野さんとずっと喋ってて、はい、昔ってっていう話をしてたんですよ、はい、56とか昭和のおじさんからしたら、はい、56フィートの基準、はいはい、65、ちょっと長いやんみたいな、7フィート何使おうみたいな、から時代がどん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 変わって技術が進化して、はい、長くなっても軽くて、はい、みたいな、はいはい、どん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 何年前やろ、多分長さ行き着いたでしょ一回、はいはい、そうですね、ロングノットってバスノットでこんな長いのいるんみたいなことで行き着いたと思う、はい、まあ西の方で例えばヘビキャロで、そうですね、もう今飛ばすのは絶対優先ですっていうのはまた別として、はいはい、まあ、それで言うと、まあ、今の方ちょっと短いなと思われるかもしれないですよ、はい、だって長いロットと短いロットであっこ打ってくださいって言われたらキャスト性能どうなんていうと絶対っていう長さですよね、はい、でまあこれは、はい、そうですね、もうだいぶ前ですけれども、うん、コンバットスティックのファーストモデルとか、はい、あとはセカンドジェネレーションで、はい、スキッパーっていう、はい、知ってますよ、ね、はい、ありましたよね、はい、スキッパー、はい、58L だったりするんですけど、はい、あれが僕やっぱり大好きで、っていうのが、まあ、自分釣りはインバルマとか、はい、あと亀山ダムとかで覚えたんですけど、はい、まあ、その後いろんな全国のリザーバーとかで通うようになって、うん、やっぱりショートロットの必要性っていうのをずっと感じてたんですよね。だやっぱり時代とは逆行しちゃってるので、うんうん、なかなかやりきれないというか、作りたいけど作らせてもらうのっていうので、ちょっとだいぶ躊躇してたんですけど、
やっぱり最近またその亀山とか相模湖とかカントリーサーバーに使って、まあ、通い始めて、近距離戦のそうですね、やっぱり必要だなと、あ、こうだなあかんというシチュエーションが、はい、あるんですよね、はい、前みたいに大雑把で出たらね、別にそれで全然魚もやれると思うんだけども、はい、大雑把で釣れる時代ではないんですよね、そうですね、出る小前感にっていう、はいはい、まあね、神山にしても相模湖にしても、まあ、非常に魚が濃くて、はい、それだから人気があると思うんですけど、まあ、人気があるゆえに人も多いんですね、はい、やっぱりそういった前を流しているアングラーがいて、はい、その後ろからでも釣ろうっていうふうになったら、やっぱり精度をどんどん上げていくっていうのが必要になってくるの で、はい、でまあ、そういった意味で作ったのはマスターチャー、はいはい、で黒田プロ説明、はい、お願いします、はい、説明させていただきますまず5フィート6インチって、はい、今はやっぱなかなかないリングスのロットみたいなんですけど、じゃあなんでこの5フィート6インチにしたかっていうことなんですけど、はい、関東の亀山湖とか、相模湖とか津久井湖とかでハイシーズンやったらオーバーハングがすごいできてて、でオーバーハングの中にこうレンタルボートで入ってって、もうほんとこのなんだろう、机のこの下に入るような、本当このぐらいのスペースの中で釣りをしていくっていう、入って入ってます、はい、外からじゃない奥行きがあるところなんですよね、はい、だから毛虫とかに気をつけながら、蛇が起こってこないから、この気をつけながら、キャストの投げるスペースがあんまりない中、ないないです、そのために作ったジョロット、まあ短いのでやっぱり取り回しがいいんですけど、ただそれもそうで、で、まあ、こちらも特徴である超ショートグリップを採用しているので、はい、ロットのレングスもかなり短いんですけど、まあ、こちらも短いので、まあ、上下左右もう取り回しがすごいので、例えばオーバーハングの下でこう釣りをしているときに真横にこうレイダウンがあって、はい、こっちにこうキャスト振り切れないんだよって時があるんですけど、ただなんだろう、短い狭いところでもショートグリップなので、この動きが自由に効くじゃないですか。なんでちょっとのこういうのでもちゃんと投げれるっていうセッティングを。硬さはちなみに、硬さが L で、投げれたと、ルアーを投げれたとしても正直かけれなかったら意味がない。でそこでちょっと張りのある L っていう硬さを採用してます。そうですね、いい、はい、魚をかけてからやっぱフェーズとしても大切なので、オーバーハングの奥の奥をかけたとしても、もうしっかりと取ってくれるかなという。そう、難しいのが、亀山にしても、はい、その相模湖とかにしても、結構ちっちゃなリングっていうのが、まあ、トレンドだったりするんですね。例えばこれ、ボーアームの 4.2 インチなんですけど、はい、ネイルシンカーは 0.45 グラム。これね、亀山で今、まあ、結構流行ってるというか、ベーシックなんですけど、横浜リブですよ。横浜リブ。横浜リブ、はい、まあ、ここも横浜ですけどね。こういった。はい、0.45 グラム。ほう、あ、一回出してる。あ、まあ、これは、ちょっとスラックレス的に、はいはい、リグってるんですよね。はい、横浜の市街局番が045なんですよ。そこからの、そこからの横浜リング。それ考えたのは、椿モートボートさん、亀山の椿モートボートさんの、はい、まあ、山下さんという方なんですけど、横浜リング、横浜リング。はい。ほな、他のグラム使えない。いや、0.6 グラムとかね。はいはいはい、大阪リング。あ、大阪リング。はやらそうだ。はやらそうです。そういうやっぱりちっちゃいルアーもやっぱり必要になるんですよね。それこそまあエネミーの 3.5 インチのノーシンカーとかこれもいけるんですけど、やっぱりちっちゃいものを投げるためには柔らかくしたい。だけど柔らかくすると取れない。魚がやっぱり意外とでかいのがいるんで、相模湖にしても亀山川にしても60とかもいいんですよね。はい、はい、ある程度パワーを持たせてあげたっていうのは、そこは結構難しいところですね。はい、一応僕JB マスターズ出てるので、
去年、西の、はい、見せてみたんですよ。ああ、見せてみたんですよ。釣りをしてもらったんですけど、でその時に試合で待てて持って、もうファーストプロとか、ファーストプロって言ったら、まあ、だいぶプロとすんだかんで、はい、に、うん、一応、その星野さんに貸してくださいって言って貸していただいて釣ってこいよって言って、はい、持たせたんですけど、はい、まあ、ね、今の話で言うと、多分東のモデルなんですけど、はい、多分西でも逆にね、はい、なんて言ったら、まあ、都でバーンってエンドするっていう釣りじゃなくって、はい、まあ川であったりとか、はい、まあ用水路であったりとか、ヘビの池であったりとか、なんとかこうちょっと狭いところの、はい、ガビガビなところが多分フィールディレクターもあるですし、去年からね、すごい今までまあ都でバスボードでバンで釣りをずっとしてたんですけど、まあおかっぱりめちゃくちゃ行くような、はい、今も行ってるんですけど、まあ、取り回しっていうのもすごい、はい、最近思うようになって。むしろキャストだけない。おかっぱりなんか多分ね、やられる方、後ろにあんまなかったビヨーンって投げれるんだったらいいんですけど、まあ、結構バーッて、まあ、ほらもう入っていって、まあ引き抜き破こぎして、やっとあったら投げれへんって言って、まあ、こうやってほんまに手首投げてきて、投げるとか、ワンドアローでいってやるとかってやるんですよ。そうですね。こういうやつで。で、やるんですけど、だからその時もう竿の長さがめちゃくちゃ邪魔なんですよ。っていう状況がちょっとあるんで、お、キモさん見てます。はい。なんで、短いのの、利便性はすげえ感じてます。なんで、今日ね、関東初なんですけど、まあ、変に言うと西とか別にどういったんですか。中部の方とか、はい、中央地方の方とか関係なく多分、まあ、必要度のあるシチュエーションってめちゃくちゃあるんじゃないかなみたいな。これガイドがすごく、はい、苦労したんですよ、はい、っていうのが最初亀山でテストしてたんですけど、まあ亀山でテストしてたからまあすごくいいね、うん、もうこれでいいんじゃねぐらいの一回言ったんですよ。でその後相模湖に行ったら、はい、ルアーが届かないんですよ。っていうのが、その距離は亀山は、まあ、もちろん状況にもよるんですけど、はいはい、どっちかっていうと相模湖の方がディスタンス取るんですよね。でそうするとやっぱりショートロットなんで届かないねっていうことになって、そこから1回リセットしてガイドのセッティングで何とかならないかっていうのをやってみたんですね。でまあエヴァグリーンの若手の某社員にちょっと相談しまして、ガイドいじりとか好きな子がいるので、うん、ちょっとやってみてやってもらったんですよ、はい、でもうガイド違いを4本5本とか用意して、でもうさっきのフィールデンサーと一緒で同じライン同じリード同じルアーでもう黒で並べて使えちゃう。そしたらやっぱりこの今のセッティングが明らかに距離が出るようになった。もう本当そのガイドのセッティングでやっぱりこれだけ変わるんだなっていうのを再認識しまして、で要は暴れにくいように足の低いガイドっていうのをセッティングしたんですね。でも竿自体も短いんで、まあ足短くしてあげることによってまあ距離も出しやすい。でそこにおまけでついてきたのが操作性が劇的に上がったんです。それすることによって。そうなんですよ、はい、距離が伸びただけじゃなくて操作性が非常に良くなって、でまあ2人でテストしてて、そしたら黒田君がこの差を寝かかんないっすって言うんですよ。寝かかんないっすって寝かかんないっすかみたいな、 どういう意味っつって、でもやってるとそれこそそのリザーバーでやってると沈んでる竹とか、はいはいはい、沈んでる木とか、はい、オダみたいな、はい、どうしてもサックしちゃうじゃないですか、はいはいはい、そういうのをきれいにかわしてくれるよねっていう、それぐらいいい操作性になったんですよね。挟まらずにスッとこう抜けてくれる、声させるっていう、はいはい、でよりタイトに、はい、まあ落としてくれる、うん、いや描かれへんってめちゃくちゃ大事ですよね。そうですね、はい、うん、フィールディスターも描からないっていうのがあったんですか。フィールディスターもすごく
ですし、はい、これもそうなんですけど、やっぱりその値上がりを減らしてでも自分からかけに行くことももちろんあるんですよ、うん、わざとスタックさせるっていうところもあるんですけど、うん、そこをどう回避していくかで精度を上げていくっていうのが共通のところかなと思うんですけど、うんうん、なんでまあ2機種ね、はい、まあちょっと特殊なって思われる方もいらっしゃるかもしれないですけど、今多分持ってられるラインナップにこうスパイス的にこうちょっと付け加えることでより狙える範囲とかが広がると思うんです。多分すごい意外と難しいような、一見難しいこと言ってるような感じかもしれないんですけど、逆でどれぐらいその簡単に、ね、できるかね、逆にね、楽にっていうか、はい、寝がかないっていうのもそうだと思うんですけど、はい、複雑にしないで、うん、もうシンプルにきちんと操作できるっていうのも、ね、僕らはそう考えてるんですけど、はい、という、まあ、あのフェーズの追加機種、はい、2機種、ね、日本フィールディングスアワー発売中で、はい、マスターチャー出ますので、まあ、ぜひ釣具屋さんに、はい、並んだ時とか手に取っていただいて、まあ、実際ああ言ってたけどっていうのは多分ね持っていただいたら、そうですね、まあ、彼方もそうですし、分かると思うんで、はい、まあ、ぜひ、一度手に取ってもらっていただいて、自分の釣りに付け加えていただくとさらに狙える範囲広がって結果よく釣れるということになると思いますので、ぜひ試してもらえたらなと思います。ではありがとうございました。ありがとうございました。